やりましたー。はい、ということで皆様お疲れ様でございます。ついさんです。もうね、今日は我慢できないんで開けちゃいましょう。本来であれば私の動画企画としてスニーカーズでゴッテムしたスニーカーに関してはスニーカーズで鬼引きする男というね、動画企画内でしか基本は開けれないんですよ。で、それはね、やっぱりあの鬼引きっていう名前の通りね、一足だけじゃもう話にならない、成立しない企画なので、3足、4足、5足とね、当ててようやくね、開封できると。だからもう一番時間かかるバイトで1ヶ月ぐらい開けれないっていうパターンがあるんですけど、もうね、我慢できない。まあ今ね、空売り検証の実証実験っていうのもね、まあやっております。そういった部分でもね、まず開けて、現物を見ないといけないという部分、全部買い切れてない部分もあって、買い足しこれからしていかないといけないんですよ。でね、まあまあいや、その辺の話は動画後半で話します。で、最終的にね、もう今日開けちゃおうっていうふうに思ったのも、昨日ですよ、2月の10日。もうね、9時、ナイキドットコム、ジョーダン・ワン・ローのシカゴ、私、ゴルフやりませんけども、語るだけでも、ね、シカゴから目の保養になるので、いやー、当たんないっすね。ナイキドットコム、ほんと当たらない。過去何十回ってやって、多分僕ね、ナイキドットコムでは一度も当てたことないっすね。ほんとに。で、あの、12時のね、チャレンジ、12時チャレンジ、12時チャレンジというか、ダンク SB、2種類。これもね、もうね、びくともしないっすよね。まあ僕ね、すぐ見るんじゃなくて、ちょっと時間空けてから、ちょっと楽しみを待っとっといて、開くんですよ。そしたら、すぐでもう画面ひだ、あの、下にね、購入できませんでした。ペッてこう、軽くあしらわれるというか。まあね、それが当たってたらまだ、スニーカスで鬼引きする男の動画企画として撮っとこうかなと思ったんですけど、もう当たらないんでね、もう待っててもしゃあないと。いうことで、開けましょう。うん。あ、忘れてました。もう一足一応当たってます。はい。じゃあね、早速、開けていきましょう。辻尊チャンネル。はい、それじゃね、開けていきたいと思います。もうね、我慢できないっていうのもね、こいつがね、我慢できなかったんですよ。早くね、ちょっとね、この子たちとね、合わせてあげたいなということでね、もうね、開封していきましょう。それではね、いきますよ。はい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 、かわいい。案の定、案の定、想像通りですね。ちょっとね、出していきましょう。はい、ということでいかがでしょうか。 TD16cm ですね。はい、アクマリナブルー、やっぱね、安定の可愛さですよ。このやっぱ 16cm はね、やっぱクオリティが高いですね。 8cm もね、やっぱ可愛いですけど、やっぱ 16cm ぐらいあった方がね、見応えがある。うん、かっこいい。ちょっと並べてみましょうか、ここの棚に。可愛いっすよ。はい、ということでね、こんな感じでずらっとずらっとって、まだ3足しかないんですけど、そして 26.5 と比べるとこんなに可愛い。いやー、可愛い。はい、それではね、初対面ですね、ダークマリーナブルー。さあ、どんな感じか。はい、お、イメージと、うん、イメージ通りじゃないでしょうか。あ、かっこいい。これ来ますね。これはかっこいいよ。来てるわ。ちょっと全部出していきましょうか。はい、ということでこちらね、2月5日発売、ナイキエアジョーダン1レトロハイオージダークマリーナブルーでございます。やっぱね、現物いいですね。たまらないですね。かっこいい。いや、いいわ。ちょっとね、例の話をじゃあ、していきましょう。はい、ということでね、今回は私がスニーカーズの方でゴッテムした足数というのは、まあ、1足と、あとまあ TD16 がね、まあ1足購入できました。例の空売り検証のお話ですけども、まあ改めて私のクーポンコードをですね、使っていただいた皆様、ありがとうございます。順調にですね、空売り検証を進めております。ただ、順調って言ってもね、事故ってますよ。事故ってます。はい、ちょっとね、これをね、見ていただきたいんですけども、ダークマリナブルーね。私、今現在ですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9、10足購入してます。一番早いので、2月の4日ですね、発売日前ですよ。で、やっぱり、ある一定期間に集中して買っても面白くないので、いろいろこう、事故が起こるようにって言ったらあれですけど、いろんなパターンをね、やっぱ検証してみないといけないということで、結構ね、バラしてるんですよ。で、2500円のクーポンの件あったじゃないですか。これを買うと2500円のクーポンがもらえると。あれ多分最大何パーまでとかじゃなくて、2500円なんですよ。クーポンが終わってからね、相場が、また落ち始めてるということで、多分今最安ぐらいまでね、落ちてるかなというところですけど、まあ、いろんな意味で事故ってます。で、まだ現在進行形で、これからまだ買っていかないといけない部分もある。
いろいろな検証としてちょっとやっております。本当に変な話、当日発売日当日に私今ちょっと14から15足ぐらい買って検証しようと思ってるんですけど、その日1日でドンって買ってもつまんないんですよ。いろんな状況、いろんなパターン、まあこのクーポンの件にしてもそうですし、物が届いてからの上昇加工、あの相場のね、まあいろいろこう加味してやってますんで、ちょっと面白いことになるんじゃないかなと。いや相場下がったからこれ空売り率ゼロだろうと思ってる方いると思うんですけど、これね本当ね、そんな一筋縄では今いかないっすよ、マジで。結構面白い仕上がりになりそうなので、まだねもう 1,2 週間は多分撮影、あとはその動画材料としてね、まだちょっと期間はかかるかなと思います。動画公開としてはおそらく2月の末3月の頭ぐらいになるかなと思うんですけど、皆さんぜひ楽しみに待っていただければなと、はい、いうふうに思います。ということで本日の動画は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。